本日のメインイベントです。スーパーバンタム級の契約から変更されまして、128パウンドおよそ 58.0 キロを10回戦に変更されています。さて解説、まずは亀貝さん、注目しているところぜひ今一度教えてください。そうですね、カシメルのコンディション、そこはやはり1ラウンド目でよく見たいですね。はい、さあ岩瀬さんはどうでしょうか。はい、前回の競技選手の試合がメインだと思ってます。まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、はい、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメル VS サウル・チャンス・サンチェス、10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけども、さあおお、いきなりいった、ぐらついた、あっとしかし右を入れた、あー、手をついたか、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。サンチェスもいいカウントあったんですけどね、カウントに、いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ、まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。はい、そうですね、まあ、このあたりはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、いきなりダウンが奪われました。まあ、ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう。ジャブ。そこで左のフック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れました。サンチェスそこに対して右から。サンチェスも返した。あ、左！カシメロの左が左を浮いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか。うなずいた。立ち上がりました。ね、残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェスしのげるか、ポンセ一方か、いや返す、いいですね、返せる、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロ、カシメロが集めていく、左に入った、ちょっとサンチェス力ないですね、ただタイミング合ってますよ、左フック2から残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、まだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね、カシメロがまた来た、このラウンドどうでしょう、しのげるか、あ、止めた、